さあ始めようぜ、弾けようぜ、何気ない日々に安らぎ見つけたいんだろう、はみ出そうぜ、踏み出そうぜ、ワンダーランドへといざなうぜ。だってしなけりゃ意味がないじゃん、ホットかつホットしたいじゃん、疲れた君のハートに染みる深みと香り、コーヒー&ナッツ味わってみな、ビターでスイートなハーモニー、その休憩に大豆バーソイジョイ。はいよ、はい、はい、カット、はい、カット、ちょっと、なんか結構その、はい、1、2、3、はい、カット、カット、はい、1、2、3、はい、カット、カット、カットです、はい、よーい、はい、1、2、3、はい、カット、ありがとうございます、はい、再びますね、はい、はい、はい、終わった後、上げるみたいなリワーズがあるとちょっと違うとか、さあ、始めようぜ、助けよう、ありがとう、流れでこうそのまま持って左指で押した状態のパターンも、さあ始めようぜ、助けようぜ、はい、さあ始めようぜ、助けようぜ、ありがとう、向きすぎない方がいいなっていう思います。はい。よーい、音。さあ、始めようぜ、始めようぜ、さあ、君の窓に染みる深みと、いいでしょ、で、最後こっちですね、右手だけで、はい、バッチです、それで、はい、多分バッチです、でも弾いた方がいい、はい、答えにして、さあ、始めようぜ、弾けようぜ、疲れた君のハートに染みる深みと香り、味わってみな、ビターでスイートなハーモニー、よかった、何ともありがとうございます。いただいた時はですね、いや、ソイジョイですからどういうチームになるのかなと思ってたけど、まさかね、ピアノ弾くなんて思わないし、ましてやラップをやるなんて思ってませんでした。驚かれました、結構驚きましたね、本当に。もう最悪できないかもしれないっていうことだけ伝えてやりました。あ、でもこう挑戦しようと思われたのは何か理由があったんですか？理由、まあなんかね、こう自分自身が新しいことに何か挑戦しようという気分があったのかもしれないですし、せっかく、やるならやっぱり見たことないもの、そのピアノとラップをかける、そしてソイジョイっていうのはなんかワクワクできたので、無理かもしれないけどやってみますとお伝えしました。いや、なんかもうあっという間で、普段よりちょっとやることが多かったので、多分集中してたんだと思います。割と壮大なカットになっていると思いますし、これだけ大きいセットでね、ワンカットでやったので、
間違えないように頑張りました。長い回しの時に終えられた時、うん、拍手があったと思うんですけど、うん、あの時は結構大変でした。嬉しかったですね。結構何度もやったので、まあタイミングとかもありますし、達成感がありましたね、はい、ラップね、ラップなんてやったことないですからね。まさかでしたけど、だからもう本当にそのこうできてるかどうかがね、わからないので、いやどうしたもんかと思ってましたけど、ラップ指導にマミディさんが入ってくださって、これがまたかっこいいんですよ。でまたマミディさんのそう歌というのは僕は高校生の頃ちょっとだけ聞いてたんですね。それでマミディさんの歌をなんとかコピーしようと思って2週間ぐらい練習したんですけど、全然寄らなくて大変でした。自宅でこう歌詞を見て何度も練習されたりしたんですか？そうですね、はい。なんだろう、ラップいやなんでしょうね。本当はね、ピアノとかね、昔ちょっとだけ弾けたので弾ければいいなと思うんですけどね、できれば挑戦したいです ね。今日昔一曲弾けたので待ち時間の間やってみたんですけど、5秒ぐらいしか覚えてなかったですね。何を弾かれた？第一三章っていう中学の時に何か弾いてたんですよね。それをやってました。それをまたちょっと4月からはなんかね、ピアノなりラップなりこれを機会にやってみようか考えてみます